はい、今回紹介させていただく超人というのがゴーレムマンですね。はい、ゴーレキチームのメンバーの一人です。まあ、早速基本データからいきましょう。まず身長300センチ、体重1トン、超人強度が580万パワーですね。で、イスラエル出身です。で、説明を、続けるとですね、ゴーレキチームの中堅として登場しました。で、まず、学研の塚の説明をメインにちょっとね、紹介すると、イスラエルの古代神殿の外壁をまとった巨漢超人です。で、ゴーレムってのは本来泥人形なんですが、だからゴーレムなだけに戦いは泥試合となりがちと思いきやあっさりしているっていうことも、書かれていましたね、学研の塚の方にね。はい。で、セリフなんですけれども、グオーとかグオーとかゴアーとかね、掛け声のみだったんですよ、作中では。ただ、アニメの方では喋っていたみたいですね。はい。で、あとですね、読者応募の際にですね、サンシャインの兄っていう説明書きがあったらしくて、だからその名残からか、実はさっきね、紹介したその身長体重300センチ1トンっていうそのデータはね、サンシャインと全く同じだったりするんですよね。まあ、これはピクシブ百科事典とかで書かれて、紹介されていましたね。はい。で、次に主な技なんですが、ゴーレムマンが使用した技としてジャイアントスイング、フロントネックチャンスリードロップ、フライングニードロップなどがありましたね。だからまあ実際にプロレスラーの人たちが使用している技とかでしょうかね。はい。で、次に戦績なんですけれども、マンモスマンと対戦して敗北していますね。で、まあ、序盤はですね、一方的にマンモスマンを攻撃していたんですよね。で、ゴーレムマンがジャイアントスイングを決めたとき、ビッグボディもやったって興奮していたわけなんですよ。まあ、この頃のビッグボディはちょっとまあね、ちょっとあれなとこがあったんで。で、マンモスマンはですね、中堅ともなると今までのやつとは歯応えが違うぜと評価していたんですが、まあ、実際はですね、マンモスマンが苦戦しているふりをしていただけで、実力差は大きかったかのように思われます。まあ、ただね、そのマンモスマンのね、その今のセリフからは少なくともペンチマンよりは強かったのかもしれないですね。そこなんとも言えないんですけど、レオパルドンに限って言えば彼は実力を出し切る前にやられているんで、どっちが強いかっていうのはなんとも言えないんですけれどもね。はい。で、話をね、戻すとですね、マンモスマンはですね、筋肉マンチームが3人抜きをしたことをフェニックスから知らされると一気に攻勢に出るんですよ。で、最後はゴーストキャンバスで体をねじ曲げられた挙句、首をもぎ取られてしまったんですよね。まあ、かなり、えげつないやられ方をしてしまったわけなんですが、で、またさらにですね、そのロビンたちを熊本城にね、たどり着かせるためにフェニックスがね、ゴーレムマンの死体をね、蹴り飛ばすことによって、超人警察隊の足止めに利用していたんですよ。いわゆるデスボディーシュートですよね。デスボディーシュートつってゴーレムマンのね、体を蹴り飛ばしてね、その死体を、超人警察隊に直撃させていたんですよね。まあ、こんなことするぐらいだったら最初からあんなね、卑怯なんて使わなければいいとは思ったんですが、それかもしくはここでね、助けないっていう手もあったのかなとは思うんですけどね。まあそれはまああんまり、まあ突っ込むとこでもないのかなとは思うんだけど。まあ最後にですね、そのゴーストキャンバスっていうね、さっき紹介したようなえげつない技で、斬殺されたりとか、あと死体を場外まで蹴り飛ばされたりとかね、さりげにその作中でもひどい目に遭ってるんじゃないかなと思うんですよね。ただその風貌とか戦闘スタイルから見るとですね、ある意味そのメンバーの中でも結構ゴーレキチームに一番ふさわしい超人だったんじゃないのかなとは思いました。はい。まあパワフルですからね。はい。そんな感じです。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。